鹿児島港本港区の再開発をめぐり、県は海遊動線のルート上に景観を楽しむ場所を複数設けるガイドラインをまとめています。これを実現するにはどんなことが必要かなどを話し合う協議会の初めての会合が開かれました。今日開かれた鹿児島港本港区エリアの景観デザイン協議会。 県や鹿児島市の職員・専門家など11人で構成されています。県は去年、鹿児島港本港空エリアにふさわしい景観・デザインについて基本的な方向性を示すガイドラインをまとめています。エリアの魅力を感じられるルートを海遊動線として設定。海遊動線のルート上に景観を楽しむ場所・支店場を14カ所設けることにしています。 今日は今後の議論の進め方などについて話し合われました。警官に対する配慮もさることながら、あの会友政党のこう行動を伴うということの重要性っていうのを強く伝ったところがございます。あのそれによってですね、さまざなこう議論がされるのではないかなと、まあ,あのそれをむしろ積極的に期待するところで、えー、この会の役割があるんだろうなというふうに。 本港区をめぐってはどのエリアにどんな機能を持たせるかを話し合う会議なども進んでいて今月19日に開かれます。